加藤チャンネル、加藤ちゃん、解説しました。このご時世なのでね、家で退屈している皆さんに生き物を紹介したいなと思って、これまでお世話になったスタッフの皆さんに、お力をお借りして、力だけじゃなく機材も、何から何まで全てお借りして、この日にね、つなげることができました。ぜひ皆さん、楽しんでください。加藤チャンネル、加藤ちゃん。いた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 、ほらほら、ほらいっぱいいる。やっぱりね、目ですよね。ほらほら、目。いた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 、暴れた、暴れる暴れる暴れる。ほらほらほら、ここ、このお尻見てください、お尻。なかなか外にね、今出られない状況ですね。私、外で出ていろいろ生き物を紹介したいんですけれども、今なかなかできないので、研究室から生き物の魅力を紹介します。僕らお邪魔したことあるから分かりますけど、うん、結構いっぱい飼ってらっしゃるじゃないですか。あ、います。まあ、研究室に100種類以上いることもありますね。あ、この赤いやつですね。これを長く押すとつくみたいです。あ、ついたついた。あ、もう回ってますよ、これ。はい、ここが私の研究室で、いろいろね、生き物がいますよ。こちらはね、ピラニア。ピラニアがいますね。あとは、ハイヨ。4億年から姿は変わってません。レピドシレン、南米原産ですね。あとは、あ、こちらもね、ハイヨですね。アンフィビウスと言います。可愛い顔してますね。これはね、教育教材です。ハイヨって4億年から姿は変わってないんですけども、このハイヨの仲間が、あ、実はね、今の四つ足動物の、ね、祖先なんじゃないかとも言われています。見てください、このヒレ、ね、このヒレがだんだん発達して上陸して両生類になったとも言われてますから、そういった進化を教える中で大事なんですね。あと上にいるのは洞窟魚。目がないですよね。目がないのになんでぶつからないのっていうね、そういったまあ疑問から授業を始めていくと。それから、標本もありますよ。標本ね、ワニガメの標本とか、あとそうですね、ほらね、いろいろ標本があります。これハリネズミです。静岡県で捕獲されたアムールハリネズミ、特定外来生物です。剥製になってますが、普通剥製って内臓とか全部取っちゃうんですよ。でもなんとフリーズドライ、そのまま内臓が収まってます。ですから剥製を解剖すれば、お腹の中見れば、何を食べていたか分かったりするんですね。生きて持ち運びができないようなものはこうやって、ね、標本で運びますね。どうやって集めてるんですか？あ、これはカミツキガメの野外で捕獲されたものです。殺処分した後にこうやって標本として、甲羅残しておくこともあります。実際に甲羅の中見る機会ないですから ね、これも全部教材として使われます。まあ、生きた化石と呼ばれるこういったカブトガニ、これ南カブトガニですけどね、紹介したりしますね。なんかこの頭はカミツキガメの頭、こっちはワニガメです、ね、違いがあるかなとかね、いろいろ目の位置のつき方とか、そういったところを知るにはこうやった骨格標本って大事なんです。ほら、マンモスの牙の化石とかね、あったりするんですよ、ね。ワニの頭を見るとね、いろいろブツブツ穴が開いてますよね。こう神経通ってますからね、感覚器官すごいですよ、ね。まだまだ生き物いますので、別の部屋行きます。
ここは立ち入り禁止です、普段しっかり鍵をしてね、学生も入れるようになってます、いろいろ生き物いますよ。この部屋はね、生き物を、ね、ストックする、一時的に保管する場所です。危険な生き物たちが飼育されてます。これらは野外で捕獲されたものですね。ワニガメとか、ちょっと開けてみましょうか。ワニガメは多分このカメラ壊したんじゃないかな。これね、買ったばっからしいので、スタッフから借りてるんで壊せないですよね。怖さを実際に見てもらうと、ね、まあ、指入れたら噛まれちゃいますからね。トントン、あ、大丈夫ですね。はい、口を開けてじっと待ってます。このちっちゃいカメラだったら一瞬で砕きますね。カミツキガメとかね、怒ってますね、今日もね。怒ってる怒ってる、ほらほらほらね、凶暴なんですよ、ね、まあ、指入れたら噛まれちゃいますからね。ちょっと気をつけながら使うようにしてます。ほら、狙ってる狙ってる、しっかり鍵をして管理しなきゃならないです ね。許可なく飼育できませんから、許可証もあるね。ほら、見てる見てる、おお、ね、危険ですよね。爬虫類好きですね。まだ分からないこといっぱいありますから。やっぱりね、目ですよね。爬虫類の魅力って目だと思います。見られてるって感じがしますよね。ほら、おお、危ない危ない、ね、目目見てください。ほら、見てますよね。見られてるって感じがしますよね。ほらほらほら、目、爬虫類の魅力の一つ、目、目です。噛まれたら指が取れてしまいますから、しっかり蓋をして鍵をしておきます。それから野外で取れたカメたちですね、野外で捕獲された、ほら、南イシガメ、日本のカメなんですが、石垣島とか西表島にいますけど、静岡県でも見つかるんです。ペットで飼われてたものが離されちゃうんですよね。いろいろ見つかっています。足なしトカゲがいます。ほら、足なしトカゲ、手足ないですよね。でもヘビじゃないです、というね、ヘビとトカゲの違いなんかを教える時にも、こういった生き物たちに協力してもらってます。足なしトカゲ、あ、あとあれか、ワニ、ワニがいます。でワニも野外で捕獲されたものですね。いるかな、結構ね、恥ずかしがり屋なんですよ、シャイだから。見れるかな、いるかな、います、ワニ、見れますか、ワニ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 、あ、出てこないな、寝てるかな、あ、ほら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 、来た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 、ほら、ワニです。ほらほら、いいでしょ、ほら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 ね、これも野外で見つかったワニですね。はい、交雑しているワニです。捕まえるときはこの首のところまで、シャムワニとイレワニの交雑個体ですね。それが奄美大島に流れ着いたということで、そのワニを引き取りました。ワニってたびたび日本で見つかるんですよ、野外で、ペットが逃げたのか、まあ、流れ着いたのか分かりませんけどね、まあ、小さい時はおとなしいんですけどね、大きくなるとやっぱり凶暴なので、今ね、許可なくは飼育できません。名前はついてません。なぜかというと、情が入っちゃうからです。ここはね、魚を保管している部屋です。ほらね、いろんな魚がいますが、ほら、例えばアリゲーターガーですね。はい、あとはほら、これはね、スポッテッドガーですね、静岡県の東部で捕獲されたガーです。あとはほら、アフリカツメガエル、これも野外で捕獲されたものですね。鉄腕ダッシュで取ったのです。
この魚もね、有名ですね。カンディル、カンディルという魚です。いろんな、ね、生き物をバーッと人間も襲うと言われているカンディル。あとここにはほらほら、クララです。クララ、沖縄で繁殖しちゃっているクララね、静岡の室内で飼っていると冬越すんですね。引いてなくてもそういったことを、ね、飼育するだけで知ることができます。これ今私が注目しているミステリークレイフィッシュっていうね、ザリガニです。すごいですよ。こんなちっちゃくてね、こんなちっちゃくても繁殖するんですよ。1匹で単位生殖ね、この中にいっぱい赤ちゃんいるんですよ。見てください、このちっちゃな赤ちゃん、ほら顕微鏡で見せた方がいいぐらいのちっちゃな赤ちゃんがいます、ね、水替えした時にこれが中に、ね、入っちゃってて外に出ると増えちゃいますからね。要注意な外来生物です。あとは、解剖とかねする時に使う部屋です。はい、ここでは実際に野外で捕まった生き物、それを研究するために、まあ、標本作ったり解剖したりっていう時に使いますね。ああ、猿の骨格、タヌキ、キツネ、猫、そうです。はい、奥はイノシシ。ね、これやっぱりね、動物の骨を見ていろいろ勉強する。カモシカです。カモシカ、牛の仲間なので、ね、角が折れません。鹿はね、毎年生え変わるんですけどね。だこれは天然記念物なんで、野外でこういった骨を見つけた時に自由に保管はできません。これもちゃんと申請して保管できるようにしてくれます。これは全部アルコールにつけてます。ウシガエルのオタマジャクシ、ね、生きた状態でいろいろね、あの色できないので、そういったものは標本にして使います。卵、カミツキガメの卵、マウンリンですよね。こっちはアカミミガメの卵、長細いですよね。ね、ウシガエル、ウシガエルがいたりします、ね、オオクジバスがいたり、ね、いろんなカメの標本、ブルーギルがいたりします。標本です。木登りトカゲ、ツインホウキノボリトカゲって言いますけどね。これ静岡県の野外に定着してしまったもの。もともと台湾のトカゲです、これも論文にしたものですね。あ、カメパズル今度やりましょうか。あのこれパーツを組み立てていくと、こういったカメの甲羅になります。そういったカメパズル、これ授業で使ったりしますね。というわけで今日は私の研究室、ざっくり見てもらいましたが、これからゆっくり丁寧に生き物それぞれ紹介していきます。ぜひ、お楽しみに。それから私海外で、ね、いろんなとこ行ってまして、そこで撮った写真、資料たくさんありますので、面白い生き物たち、面白い世界を紹介できればなと思っています。50カ国まんま以上ありますから、もう時間かけて、もう一度見直してどんどん紹介していきます。ぜひこれからもご視聴ください。